遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、壁があって進めません。他にルートがないので、どうにかしないと。早くどうにかしないと。落ち着けですって。気負ってる。私が、父は殺されたんです。その仇をもうすぐ撃てるか。気負って当然です。それ私の身が心配なだけ。心配してくれだなんて。私、あなたは本当に幸せな人ですね。以前助けてもらったことは感謝ですが、友達ぶって私の心の中で、は？これだけ言いたいことがいい。何ですかそのお花畑の理屈は。そんな甘ったるい。まったく、あなたって人は。にゃーいよ、これは。ご機嫌うるわしゅう。スエドさん、そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。あなた、怒ってらっしゃる。察するに、新田君の件でしょうか。この人から聞きました。新田さんに何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。彼の望みを叶えるたっていては、それが私の望みを叶えることにもなる。利害が一致しています。答えになっていません。進化を促したとでも言っておきましょう。彼は力を欲していました。ですが、今の肉体のままでは仮に力を。そこで彼にピーターとの同化を進めてみよう。彼は勧めを受け入れ、ピーターと同化し、優れた能力を獲得した。ピーターがデータを捕食して情報を蓄えるように、彼はデータを吸収して力を増大。急激な力の増大の影響か、多少高揚状態にあるよ、ゆうこさん。あ、え、いや、こっそりモニターしておいて。あなたの時は完全にトリックしっかり調整して、新田君の言う。待って、彼は、彼の望み。あなたは彼の望みを。ひスエドーさん、あなたは彼女の精神が人間ではない何者かであることには気づいていました。ただそれがロードナイト。付け加えるとすれば、彼女の行為、彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではないのですから。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現段階での利害は一致している。ここは一つお協力。あなたに、彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは、元を正せば私が組み上げたプログラム。故に私ならば造作もなく停止させることが可能です。ですがロードナイトモンさんに襲われたら私。そこで当座の目的達成までボディーガードを依頼したく、いかがでしょうか。ここは彼と協力しましょう。少なくとも、いやいや、助かります。
無理しちゃダメだよ。ごめんなさい、仕方なかったわ。行くぞみんな。行きます。やりましたね。
行きます。無理しちゃダメだよ。皆さん、頑張って。やりましたね。行くぞみんな。続けていこう。Thank you.
行きます。やれやれ、ようやく到着しましたね。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。ロードナイトモンの読み通りだな。我が輩はクレニアムモン。イグドラシルにぜここを通すわけにはいかん。リエさんはロードナイトモンは答える必要はない。いや、ちょいと失礼。一つスエド？ロードナイトモンに協力していた人間か。奴の策略に気づく。事実とは少々異なるようです。それよりクレニアムモンさん、あなたもロードイグドラシルの意志は。なるほど。ではなんだと。私は人間を進化させたいと感じ、愚かしく惨めな存在からこれより生まれる完璧なまでに。そうなればあなた方デジモンとも隣り合う世界なのです。他の種族の進化に貢献できるまた知的生命体として、これ以上ないほどの晴れがましい機会です。理解できんな。そもそもどのような申し出であれ、貴様への協力は、それはイグドラシルの命に背くことと同意。花からお。やれやれ。貴様思考の停止。己イグドラシルへの忠義。我が魔僧グラ。おや、怒らせちゃいます。では、あとは。え、私、あ、いざ、参る。
頑張ったね。我が輩が破れるとは、我が輩の心には迷いと疑いがあった。あろうことか、いくわずかなものではあったが、それがよ、いや、そういうことは先に言っておいてほしかったですね。それに、たとえ弱さであったとしても、疑いの心を持つということは、それは紛れもない変化です。私はそれ。いくらしい、やはり理解でき。いやー、消え悲しいですね。なんと儚いことか。しらじらしい言葉ですね。反論はしませんが、事実は事実、どうあれかな。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは力を失い始めるでしょう。スエドウさん、あなたも。お父上の死は残念でなりません。彼が描いていたエデンの理想像は本当に素晴らしかった。私にとってロードナイトモンの暴走を止められなかったことを、私は今でも。それに家族を失う悲しみは理解しているつもりです。ロードナイトモンは父の作った絵、父やその子供たちにも、だから人間を滅ぼすのだと。本当にそうなんですか？あなたは真実を知っているんじゃないですか？おやめなさい。しかし、全ての人間は悲しいから解放されます。もちろん新たくん、私はこの世界から悲しみを、生まれてしまった悲しみを、人間も世界も私がこの手で進化させてみせる。めちゃくちゃです。正気とは思えません。そんなことできるはずないの。そうですね、できません。今これも悲しい事実の一つです。ではまたいずれ。悲しみをなくし、そんなこと。でも絵空事を言って、私には彼が理解できない。